はい、もちもち TV のもちです。本日2022年5月17日はですね、関ジャニ8の 8ビート、まあ、DVD ブルーレイの発売日ではなくフラゲ日ということで、まあ、発売日は5月18日なので、まあ、5月17日、まあ、今日がフラゲ日ということで、早速ゲットしてきました。まあ、こちらですね。まあ、僕がゲットしたのはブルーレイの方なんですけど、でも早速見たんですけど、まあ、中はこんな感じで、まあ、結構シンプルな感じなんですけど、まあ、とりあえず初回特典、先着購入特典か。のこの銀手がもらえたんで、まあそれは嬉しかったんですけど、まあ、このシルバーの8ビートって書かれた、もうかっこいい感じの銀手なんですけど、まあこちらはとりあえず先着特典でゲットできました。で、そしてですね、僕が店に行った時には、まあ初回限定版も、まあ通常版もあって、迷ったんですけど、まあとりあえずライブが見たいっていう気持ちだけが強かったので、まあ通常版を買うことにしましたね。まあ通常版こちらなんですけど、でつい先ほどこの通常版見終わりました。あ、なんだかんだ関ジャニ8のことを動画にするのって、単体で動画にしたのってまあ多分これ初めてなんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕の関ジャニの印象はなんか嵐となんか同じ時代を生きてきたみたいな、そんな感じの印象で、なんか切磋琢磨してきたような印象があって、で僕も昔はなんか嵐と同じぐらい関ジャニが好きで、まあ、8人時代じゃなくて7人時代か、7人時代の関ジャニが結構好き でまあ見てたんですけど、まあそれが今5人となって、まあ正直、まあこういうこと言うと申し訳ないんですけど、パワーダウンしてるんじゃないかなっていう印象があって、まあライブとかは見てない状態なんですけど、その5人になった関ジャニってどんな感じなのかなと思って、まあすごい興味があって今回のライブを買ったんですけど、まあパワーダウンしたって思ったのが申し訳ないぐらい、まあ5人は5人でのライブがもう完成されていて、もう素晴らしいライブでしたね。もうそれぞれの良さが出ているというか、まあみんなの良さは出ていたと思うんですけど、特に丸山くん、丸ちゃんがすごかったなと思って、まあこんなにもういろいろギャグを入れ込むと思って、もうライブのところどころ、もう歌の最中とか、もうトークとか、もうひたすらギャグを入れ込むみたいな、そういうスタイルで、なんか本当にぶっ飛んでる感じがちょっと面白かったですね。もうムードメーカー的にも、やっぱちょっと大好きですね。で、僕、関ジャニの曲の中で、もう TWL が好きなんですけど、まあ TWL も、もうライブでやってくれてたんですけど、まあその最中でも、なんか面白いことやってたり、なんか本当にライブ全体を通して、常にこのライブを面白くさせようみたいな感じの精神が伝わってきて、エンターテイナーだなーって思いましたね。まあ関ジャニは本当に色々あったグループだと思うので、まあ色々あったグループってもう色々ありながらその形を継続していくか、まあやめちゃうか、もう悩みどころだと思うんですけど、まあ関ジャニとか、まあ、カトゥーンは、まあそんな中でも結構形を変えながら継続してるグループだと思うんですけど、本当安田くんの病気のこともあったり、本当になんかいろいろあったグループだと思うので、まあアンコール前の君と見たい世界の時に本当に5人全員がその涙ぐんでた感じになって、ちょっとこちらももらい泣きしそうになりましたね。まあ本当にいろいろあったのを乗り越えてもう長いことやってるグループなので、なんかちょっとグッとくるものがありましたね。まあ僕は今回通常版を買ったんですけど、まあ結構初回版を買った人も多いと思うので、もし初回版買ったよって人とか、まあ通常版買ったよっていう人とかでも、まあ見た方は感想とか教えてもらえたら嬉しいです。はい、以上、もちもち TV でした。